失礼いたします。あ、皆さんお待ちかね、賃貸のまさきの物件紹介のお時間です。本日は木津川市にございます 2LDK の賃貸アパートのご紹介です。それではまずこちらですね、リビングからのご紹介になっております。こちらがですね、大きな窓に面した広々としたリビングとなっております。非常に明るいリビングですね。こちらのリビングの方にはこちらですね、上にエアコンもついておりますので、1台買う必要がございませんので安心です。さあ、リビングの横の洋室のご紹介です。はい、こちらの方もですね、窓がありますので非常に明るい洋室となっております。収納の方もですね、このように幅もですね、高さも十分な収納がついてますので、長いものでも十分かけていただけます。それではキッチンのご紹介です。と、その前にこちらのお部屋はモニター付きのインターホンがついておりますので、セキュリティ面もバッチリです。それではキッチンどうぞ。はい、キッチンはですね、奥様の憧れ、カウンターキッチンとなっております。上下にしっかりと収納もございますし、この奥にはレンジフードもございます。コンロはお好みのコンロを置いていただければと思います。冷蔵庫置くスペースとかもですね、こちらにきっちりとございますので安心していただけます。それではキッチンの奥の洋室のご紹介です。はい、こちらが洋室、もう一つの洋室となっております。こちらの洋室はですね、収納が、このようについております。一見間口は少し狭めなんですけど、このようにですね、見ていただけますでしょうか、奥にちょっと余裕がありますので結構広い収納となっております。それでは水回りのご紹介です。水回りはこのように一旦出ていただいて、この先となっております。まずこちらがですね、洗面所となっております。洗面台は人気のシャワータイプがついております。洗面台の横にはですね、定番ですね、室内の洗濯機置き場となっております。それでは奥のお風呂をご紹介させていただきます。はい、お風呂はですね、このように白を基調としてかなり清潔感のあふれるお風呂です。浴室乾燥がついてますので、梅雨のですね、ジメジメした時期も湿気知らずで安心です。それでは奥に戻ります。はい、それではですね、これで木津川市にございます、2LDK の賃貸アパートのご紹介の方は終了させていただきます。気になる条件等はですね、奈良のおもてなし長頃弊社ホームページをご覧いただければ詳しく載せてありますので、よろしくお願いいたします。また見てねー。